シモーヌ・シモンはフランスマルセイユ出身の女優。戦前から本国以外にもアメリカ合衆国双方で活動した。1931年からフランスにおいて映画女優として活動を始め短期間のうちに名声を打ち立てた。1933年の映画《乙女の湖を見たダリル・エフ・ザ・ナック》によって、1936年、シモーヌはハリウッドに招かれた。 しかし大いに懸念されたにもかかわらず20世紀フォックスでの出演作は大して当たらなかった。不満を抱えたままシモーヌは故国に帰り、1938年に獣人に登場した。第二次世界大戦が勃発すると、シモーヌはハリウッドに再び渡り、1941年からは RKO 映画の悪魔の金、怪奇映画、キャットピープル及び続編と銘打った。 キャットピープルの呪いで英語による映画でもよく知られるようになった。だが、これらの成功も後が続かず、終戦まで二流映画の出演に甘んじることになった。戦後フランスに戻ったシモーヌは、リンブに出演する。これ以降の出演作はわずかであり、最後に、フィルムに登場したのは1973年のことで、あった。2005年2月22日に、パリにおいて、 老水によって死去。94歳。シモーヌは生涯独身であったが多くの仲間の俳優や音楽家ら等と親密な関係を持った。お月のメイドによると興味を持った男性には誰でも資質への金の鍵を渡したらしい。その中にはジョージ・ガーシュウィンもいるという。1953年10月20日、フランス映画祭のため来日している。2005年現在、 獣人、キャットピープル、リンブが日本向け DVD として販売されている。以前はキャットピープルの呪いの LD も販売されていた。ありがとうございます。